ガリシア州内の位置、モンダリスは、スペイン、ガリシア州、ポンテベドラ県の自治体、コマルカド・コンダードに属する。ガリシア統計局によると、2012年の人口は4841人で、ある。住民骨肖は、男女同系のムンダリセンス。ガリシア語話者の自治体住民に占める割合は96.65%。モンダリスは、 ポンテベドラ県の南部に位置し、コマルカド・コンダードに属する。隣接する自治体は、北がパソスでボルベント、フォルネーロスでモンテス、南がサルバテーラでミーニョとアカニーサ、東がコベーロと、西がモンダリス・バルネアリオとポンテアレアスである。モンダリスは、面積85.8キロ平方メートルで、水道山脈三の南西に位置する。最高地点は、 ことでエーラ法で、海抜881メートルである。12の教区に分けられている。モンダリスは、ポンテアレアス司法管轄区に属す。住民は12の教区内の65の地区に居住する。この地は、近代にはフェリーペ4世により1625年5月18日に、認可された、ソブローソ公爵の所領であった。アルフォンソ13世の時代に、 ビラソブローソ教区の住民による請願によって、1924年9月13日に自治区として設立された。また、第二共和国時代の1935年2月21日には、ケイマデイロス教区が請願によって自治区として認められた。自治体首長は、ガリシア国民党のフリオアレン・モンテス。自治体評議員は、ガリシア国民党、7。 ガリシア民族主義ブロック5ガリシア社会党1となっている。モンダリスは12の教区に分けられる。ありがとうございます。